任務了解。異世界リプラセールに召喚された特異監査官ダンザイバー、エルツボアイに囚われたパートナーユリーを助けるべく、ダンザイバーは多次元同一生命体イハドルカとの戦いを決意する。だがそんなダンザイバーを止めるため立ちはだかったのは、次週新番組完全懲悪ダンザイバー第1話、罪を断つ覇王の力、ゼロ着ダンザイバー、魔導士アルティ・アル・ラーゼル登場にダンザイバース。何しに来た？そっちの都合で呼び出しといて、今度は止めに来ましたって。言い訳はしません。でも異界のあなたたちをイハドゥルカと戦わせるなんてやっぱり間違ってる。だから力ずくでも止めてみせるか。なら受けて立つぜ。覇王の力が罪を断つ完全懲悪ダンザイバー。ゲッセプゴー。ダンザイバー強い。ヤッセダンザイバー。トレッドヘイングリード。やろう。強い。いけ。ダンザイ。カウントダウン。ミカガミさん、僕は一人で背負い込むなよ。この世界、正義の味方が守ってやるさ。リプラセールを守ることを約束したダンザイバーは、次なる相手を迎え撃つ。自らの欲望のためにイハドゥルカの力を欲する陰陽師天宝院慶也。彼の黒い力がダンザイバーを窮地に追い込む。果たしてダンザイバーは彼に打ち勝つことができるのか。次回、完全懲悪ダンザイバー第2話、邪悪なる欲望の罠、闇より来る黒き刺客、陰陽師天宝院慶也登場にダンザイバースト。アナみたいな人邪魔なんですよね。私のプランに狂いが生じてしまいます。なあ、どうするって言うんだ。もちろん邪魔にならないようにするまでですよ。ゲッセプゴー。ライトレベルとアリムス。アッコーン。くらいなさい。まだまだや。アッコラタ。まだまだや。ライトレベルですよ。ここです。邪魔なんですよ。ここです。いけ。Down.
怪我してない？楽勝さ。ユリーを助けるまで負けてたまるか。だろ、ルリ。不当の末、ケイヤを倒したダンザイバーの前に魔人シャハルを持つ男、ライが現れ、解析不能の力を持つシャハルとダンザイブレードは魂の火花を散らす。しかし、二人は魔人シャハルの持つ真の力を知らない。そして、戦いの最中、ルリーの心は揺れる。次回、完全懲悪ダンザイバー第3話、夏休み怪奇シリーズ魔人シャハルの恐怖、媒体ラインドウェル、レイン・ディクス登場に断罪バース。ダンザイバー、その件マテリアルスキャニングできないよ。危険だよ。ゲッセッゴー、無駄だ、やろ、無駄だ、無駄だ、無駄だ、止まった。ライトレットワーク、ヒュー、やろう、甘いね。殺す、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 ライトレスドライブ、やろう、甘いね。ライトレスドライブ、コネクト、タイムグリード、どうした、ルリー、なんか言ったか？ああ、なんでもない、なんでもないよ。激戦を続けるダンザイバーに挑む寄生装甲ネフィルムをまとった少女エリル。譲れない気持ちをその剣に託し、二人は戦いに落ち、新陸のエリルの異名を取る彼女はなぜイハドルカに固執するのか。脅威の猛攻で迫る彼女を前に、ダンザイバーはアルトの約束を守れるのか。次回、完全懲悪ダンザイバー第4話、教習する残光は妖精少女の恋心、寄生装甲エリル・クローズ登場に断罪バースト。イハルカは俺が倒す、約束したからな。ここは引いてくれよ。誰と約束しようが勝手だけど、しんないわよ、そんなの。邪魔するんなら速攻地獄行くよ。結局こうなるのかよ。一応手加減はしてやるぜ。ゲッセッ